次にビューレットの説明をします。ビューレットはまず使う前の状態はこのようになっています。上下逆さにしてこのように着地させて置いてあります。片付けるときもこのような状態に戻してください。でビューレットですが、ビューレットはこのようなガラスの管状、細長い管状になっています。でそのガラスの管のところに細かいメモリがたくさん振ってある。でこのガラス管の中に液体を満たす。で下部から液体を滴下する。で液面が下がる。で下がった分の値を読んでその容量を知るという、そういう道具です。容量器具です。でちょっとこのビューレットの一番大事なこの先っぽに近いところにあるコックを分解します。まずコックのつまみ部分、ダイヤルのようになっていて、このコックとガラス管の密着具合を調整できます。押し込むときつくなる。で、開放する方にすると緩くなる。で、分解してみると、つまみの部分の次に、ゴムのオーリングが出てきます。で、次にコックの円盤。で、そしてコックの本体。このようになっています。で、コックの本体の部分はここの円錐になっていて、円錐の面がツルツルしています。で、円錐の面に一つ穴が開いています。貫通しています。で、この穴の位置を調整することによってビューレットから液体が流れ出る。穴をガラス面に接触してやれば液体が止まる。で、穴の位置を微妙なところに調整してやれば、液体が一滴ずつ流れ出るというふうに調整することができます。で、このビューレットに液体を注ぐのですが、机の上に置いてあって長いビューレット、そのさらにその上部は高い位置になっています。この状態で何らかの試薬を注ごうとすると、ここの持ってる試薬の部分が目の高さより高い位置にあります。で、何かのミスでこぼれた。で、そのこぼれた雫が目に入ったっていうのは危ないので、ビューレットの中に液体を注ぐときは、このように低い位置にして、手に持って低い位置にした状態で液体を注ぐ。で、ビューレットのこの先端部分、穴ちっちゃいので、きれいなろうとを置いて液体を注ぐ。で、あまり勢いよく液体を注ぐと最後あふれてしまうこともあるので、最後の方はゆっくりと注いで、液面をよく見ながら注いでください。滴定するときはここの注ぎに使ったろうとを必ず取り外してください。滴定が始まって、この液面の下がり分を見たいんですが、ここに上部にろうとがくっついたままだと上部から液が滴り落ちてしまっている状態なので、くれぐれもろうとは外してから滴定をするということをやってください。液体を注いだ直後はこのビューレットの先端はまだ液体に満たされていませんので、最初はここのビューレットの先端部にこの液面が満たされるようにしてください。で、先端に気泡がないことを確認した上で、現在の液面の位置を読み取る。記録してから実際の滴定に入る。慣れてる人はこんなふうにして左手でコックを調整しながら、右手でこのように
コニカルビーカーを回しながら滴定ができます。で、まあ、透明な液体なので液面が見にくいということもありますので、そんな時は背後に白い紙でも置いてやれば液面をよく見ることができます。で、最後実験が完全に終わって洗う、もうこれを片付けるっていう時にはこのビューレットの中を洗う必要がありますので、イオン交換水を、まあ、一番上の方まで満たした上でコックから水を勢いよく流し出す、まあ、それでこのガラスの内側とコックの穴の部分は洗うことができます。で、念入りに洗うとすれば一回流し捨てた後にもう一度イオン交換水を入れて、今度はコックのダイヤルをかなり緩めてコックをブカブカな状態にして、このコックの隙間から水があふれ出るような状態で洗うとコックのツルツル面も含めてよく洗うことができます。次の日に備えるときは先ほど言ったように上下逆さまにして着地させる。以上です。